ガーシー大丈夫ですか？ああ、なんかニュース見ましたね。なんだっけ？ガーシーのニュース。ちょっと待ってね。ああ。家宅捜査？ですよね。で、事情聴取をしたいってことなんで、ガーシーにも、事情聴取は素直に受けた方がいいんじゃんって送りましたけどね。そしたらもうそのつもりだっていうふうに。そう、取り調べにはしっかり対応した方がいいよって俺は言ったんですよ、ガーシーに。そしたら、ちゃんと帰国して、取り調べを受けるって、まさに今日、警視庁に伝えたらしいので、で、日本にも、国会が開かれるときに戻ってくるっていうふうに言ってたので、帰国するって言ってましたよ。まあでもちゃんとね、取り調べを受けてどうなのかってことがないと、これ、よく言われるんですよ。お前友達なんだから何とかしろよ、つって。じゃあ聞きますけど、あなた、自分の友達のすべての行動をすべて把握して、その人の生き方を全部コントロールしてます？答えてください。これ、僕に、お前ガーシーと友達なんだからお前なんとかしろよってよく言ってくる人いるんですけど、ガーシーはガーシーで自分の人生を送ってて、僕は僕で自分の人生を送ってるんですよ。で、ガーシーに何かあったら、いや、お前が責任取れとか、お前友達って言ってんだから、お前が何とかしろって言うんだけど、どうですか？あなたの自分の友達が今どこで何をしてて、どんな行動をとっていて、で、自分がその人を100%コントロール下に置くことって可能ですかね？そんなこと言う人いるの？そうなんですよ。いや、僕はだから、もしね、ガーシーが、何か裁判とか何かで、判決が出て、有罪だとか、警察の方の取り調べで、これは違法行為なんですよ、みたいになったら、それを諌めることは当然しますよ、友達として。でも今、どういう状況かも、まだこれから取り調べが始まるし、あなたの思いだけで、あなたの思いを俺に、ぶつけて、ガーシーへの思いを俺にぶつけて、ガーシーなんとかしろって、それはちょっと、言葉が過ぎると思うんですよね。じゃあ仮にあなたの友達が何か犯罪を犯した時に、あなた責任取るんですか？友達なんですよね。友達が犯罪を犯した時にあなたは友達の責任を取るんですか？そうなんですよ。で、こんなことをわざわざ言わないと伝わらないっていう、なかなかね、しんどい世の中ですよね。まあ、明日、またいろんなニュースも出るんでしょうし、東さんのね。でも僕は、ちゃんと友達として、ニュースが出たから、取り調べ、をちゃんと受けた方がいいよっていうのは言ったし、で、それにちゃんと東さんも答えてくれてるし、もちろんっつって、応じるつもりだって警視庁の人に伝えたってことなんで。まあ、僕も、できる限り、悪いことしてるんだったら諌めるし、何もないんだったらそのまま見守るしっていう、それが僕は友達だと思っているので。そういうつもりでいます。だから、アーシーチャンネルってしてるんだから責任取れよ、お前って言ってるやつは、本当マジで頭悪いやつだなと思ってますね。で、そういうやつに限ってネットでしか言えないから。まずはもう、取り調べを受けてからどうかしか、ジャッジできないですよ、僕も。見守り友情。そうね。
だっていろんな種類の友達いるでしょ、皆さんにも。僕はもう、東さんと長いのね、自分が23歳ぐらいの頃から付き合いがある人なので、時間を共有してるのが長いのでね。だからといって、そのすごいべったり毎日会うっていうような遊び方じゃないので、いろんな芸能人の名前が出てますけど、僕はそっち側じゃないので。でも長いです。期間は長い。